明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今回はお願い動画、お願い動画、簡潔に言うと、はい、この2人でラジオ的なものをしたいなと。なんかおしゃべりね、おしゃべりを、うん、まあラジオ感覚とかあるけど、はいはい、そうじゃなくて皆さんから何か質問やテーマみたいな、うん、これについて話してくださいみたいなのを募集して、それに何か答える。なんですか、うん、もう本当心配な。休みの日は何してますかとか、はい、夜2時にめちゃめちゃ食べちゃう私は変なんでしょうかとか、うん、でもいい、まあ、僕らのことじゃなくてもいいですしね、うん、まあ、僕ら答えれることなら何でもいいですよね。家の決まり事教えてくださいとか、うん、そうね、こういう機会でも作らないとね、結構 しっかり話したりそもそもしないなっていうのもあるね。そうですよね、うん、家にいてもがっつりあんまり喋ることとかも。そうね、なんか一緒になんかドラマ見たり映画見たりしてちょっと感想を言う、うん、とかはまあこれまでもあったけど、うん、溜まってるものもあると思うし、ね、言いたい。いや、そう、これはでもね、下2人じゃないですか僕ら。そうね、ああ後輩2人の立場っていう、うん、ああ僕らから見て、いやなんでとか思うこと絶対まあありますし、まあ大島さんが、うん、マジでここのうちの風呂汚ねえなって言いながら風呂入ってるけど、うん、じゃあお前掃除しろよとかね、うん、毎回思うけど。まあ確かに最初から汚かったのかと思われるしね。そうそうそう、その入居当時からこの家は汚かったのかっていう話とかも、うん、まあなんかそういう、なんだろう、ラジオ感覚とかだったらさ、そのみんなで話してるのを単で盗み聞きというかさ、うんうん、そのだからあんま視聴者に優しくない会話とかもあると思うね、うん、ライブ配信のコメント読みとかだったら結構次々来たりするからさ、うん、短くパッと答えたりさ、読まれてない人もいるし、うん、みんなに聞いてんのに一人しか答えてないとかね。そうね、そういうのあるから、うん、そういうの丁寧にちょっと答えれるので、なんかいいのないかなっていうの、うんうん、距離とかも近くなりそうだし、うん、そうそうそう、見てる方との、メールくださった方との1対1にその場はなれるっていうのがね、結構いいかなと思って、ね、で基本は何でも答えましょうね僕らは。そうね、 NG なしトークになるのか、で部屋のそれを怖いこととかも聞かれて、部屋のこと聞きたい人の部屋のこと一番大事にしてるものを10個教えてください。そんな答えられるよ、それは答えられる。なんで部屋が汚くなるんですかとかはちょっと答えられなかったです自分でもわかんないけど、なんで汚くなってんだろうってなるから。幼い頃から汚いんですかとかそういうのね、答えていく、はい、うん、事細かにね、はい、語り始めたら止まらなかったりするからね、こういうの意外とね、うん、まあ、きっかけと、まあ、今日とかもね結構、そうそう今日、そう、なんなら今日結構2人で語り合ってしまったんで、うん、なんかみんなこれどう思ってんだろうっていうのをここ2人で話して、うん、それについて皆さんからもいただけたら嬉しいですね。いいじゃないですか。その、うん、結構テーマはまあライブ配信とかなかなかね、その自分が夜勤で上杉が昼間とかだから会わなかったりしてね、決まった日にちとかできないから、うん、ちょっと収録でその概要欄にあメールのいいっすね、送り先はちゃんと載っけて、うん、なるほど、 そこでまあ日頃使ってる名前とかじゃなくても、はいはい、うん、書き方みたいなのがあった方が分かりやすいかな。その、まあ、じゃあなんか普通のラジオだったらなんかラジオネームみたいについてて、はいはいはい、ラジオネーム、まあ、RN 誰々、うん、でそのまあ質問だ、まあタイトルとか件名のところに、まあ、質問だったら質問、うん、募集してるテーマがあったらそのテーマの名前とか書いてもらって、うん、でまあ本文、うん、まあ何々とりあえずまあちょっとお試しということで募集してみたいってどんな感じなのかって、いつも来なかったら、うん、から幻に終わるそうね、来ませんでしたで、まあそれについて話す動画が上がるかもしれない。3分ですね、持って3分でラジオ3分で割ってたら来なかったんだなって、はい、まあ、とりあえずそうね、あ、まあ質問は 1週間、これ出しこの動画出して1週間ぐらいかな、うん、1週間後ぐらいにまた新たに出そうかな、うん、そうですね、来てたら。でまあ結構やっぱ
大島さん、愛さんも忙しい、マジで忙しくて、うんうん、本当になかなかね、今も出れてないというか、そうね、だから僕ら多くなってると思うんすよ、うんうん、僕ら出る回数、そう、ね、だからちょっとこう優しく僕ら福沢さんにやってほしいこと、うん、こんなや動画見たいですとかね、うんうん、上杉さんこれやってください、まあそれもちょっとラジオのいいところでね、うん、募集しやすい、僕らの話し声で皆さんが寝落ちできるかどうかっていう目標ですよね、うん、まあ、ね、なるべく、まあいつも自分の声めちゃめちゃちっちゃいからさ、ちっちゃいし何言ってるかわかんないからさ、その自分で編集してて、え、そうっすか、うん、それをそこだけ気をつけようと、ちゃんと聞き取りやすい発声と、うん、滑舌、滑舌とちょっと二人とも悪いんで、いやいや結構自分は上杉のいい声だなと思って毎回聞いてるけど、やってみましょうよ、やってみましょう、うん、お手伝いいただけたら嬉しいですと、うん、お願いします。で、まあ2021年も幸せ家族計画よろしくお願いいたします、はい、お願いします。